アーネスト・フェノロサアーネスト・フランシスコ・フェノロサは、アメリカ合衆国の東洋美術師や、哲学者で、明治時代に来日した、親とい外国人。日本美術を評価し、紹介に努めたことで知られる。フェノロサが育ったとされる、セーラムの家、フェノロサの墓マサチューセッツ州セーラム生まれ。父親のマニュエル・フランシスコ・シリコ・フェノロサは、スペインのマラガ生まれの音楽家。 兄と共に、フリゲート艦の戦場ピアニストとして渡米し、メアリー・シルスビーと結婚し、アーネストを設ける。アーネスト・フェノロサは、地元の高校を卒業後、ハーバード大学で、哲学、政治経済を学ぶ。先に来日していた、動物学者、エドワード・シルベス・ターモースの紹介で1878年に、来日し、東京大学で、哲学、 政治学、理財学などを講じた。フェノロサの講義を受けた者には、岡倉天心、加納治五郎、井上哲次郎、高田さなえ、坪内逍遥、清沢万志らがいる。以上のように、フェノロサの専門は、政治学や哲学であり、美術が専門ではなかったが、来日前には、ボストン美術館付属の美術学校で油絵とデッサンを学んだことがあり、 美術への関心は持っていた。来日後は日本美術に深い関心を寄せ、助手の岡倉天心と共に古寺の美術品を訪ね、天心と共に東京美術学校の設立に尽力した。フェノロサが美術に公式に関わるのは1882年のことで同年の第一回内国絵画協進会で審査官を務めた。同年には カノ・ホウガイの作品に注目し、二人は、以後信仰を結ぶことになる。ホウガイの遺作であり、代表作でもある、ヒボカン・ノンは、フェノロサの指導で、東大仏画のモチーフに、近代様式を加味して制作したものである。フェノロサはカリノハ絵画に浸水し、カノ・ヒサシ・徳という当時のカリノハの画家に支持して、カノ・ヒサシ・元無理神という画名を名乗ることを、許されている。 同じ1882年には、留置会にて、美術新設という講演を行い、日本画と洋画の特色を比較して、日本画の優秀性を説いた。フェノロサは、当時の日本の美術行政、文化財保護行政にも深く関わった。1884年には、文部省図画調査会委員に任命され、同年には、 岡倉天心らに同行して、近畿地方の古社寺法物調査を行っている。法隆寺、夢殿の秘物、旧正観音像を回避したエピソードはこの時のもので、ある。それ以前、1880年と1882年にも、京都、奈良の古社寺を訪問したことが記録からわかっている。1890年に帰国し、ボストン美術館東洋部長として、 日本美術の紹介を行った。その後、1896年、1898年、1901年にも来日した。1908年、ロンドンの大英博物館で調査をしている時に、心臓発作で逝去。英国国教会の手で、ハイゲート墓地に埋葬されたが、フェノロサの意志により、火葬の後分骨されて、日本に送られ、 大津の法明院に改めて葬られた。生前、仏教に帰依している。1896年には、滋賀県大津市の温城寺で受解した。その縁で、同時死因の法明院に、同じく、日本美術収集家として知られるウィリアム・スタージス、ビゲローと共に葬られている。廃物希釈を経て、また、西洋文化崇拝の時代風潮の中で、 見捨てられていた日本美術を高く評価し、研究を進め、広く紹介した点は、日本美術にとっての恩人ともいえ、高く評価されている。フェノロサが参加した古社寺の宝物調査は、文化財保護法の前身である古社寺保存法の制定への道を開いたものであり、東京芸術大学の前身の一つである東京美術学校の開校にも関わるなど、 明治時代における日本の美術研究、美術教育、伝統美術の振興、文化財保護行政などにフェノロサの果たした役割は大きい。また、国宝の概念は彼が考えた。一方、平時、物語絵巻、尾形光林筆、松島津など国宝級の美術品を海外に流出させたとして批判を受けることも多い。また一方で、 海外において認知されたことで、美術品として、さらなる評価を受けた、ともされている。なお、奈良県にある薬師寺の塔塔を、縛れる音楽と表したとも言われるが、フェノロサ自身の著作には、薬師寺塔を指して、そのような言及はなく、出展不明である。また、建築は、縛れる音楽というフレーズ自体は、フェノロサ以前からドイツなどで使われていたものである。 ありがとうございます。